はい、本日はですね、ロフトマンさんの4店舗連続買い物行きたいなと思いますということで、残念ながら嫁が、我が家を出ていき、そして、まあ、もうこの頃には分かってると思うけども、弟も出ていき、一人になっておりますが、唯一、幼馴染だけは残ってくれたということで、幼馴染の森さんに、今日はカメラマンお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか噂では、春夏がもう結構入ってるっていうことやったんで、バブは初めて見た。面白い。確かに。しかもこのアイランドスリッパのさ、銀のやつなかなか見えへんよな。確かに。あ、これリカバリーサンダルかな。ブニブニしてる。うん、柔らかい感じ。店長、これバブアーのねショーツって出てきたんですか。ここは入ってますよ、バブアーは。のショーツ？ショーツです、ショーツです。これ去年から出てました。あります。なんか、うん、僕らも正直これ、いや変な話なんですけど、うん、メーカーさんの方から僕ら変な話オーダーしてなくて、メーカーさんが販売協力してください、ロフトマンさんっていう感じで置いてるんで、なるほど。僕ら買い取って店頭で展開する予定がなかったものが入ってきてるんで、多分ですけど、ここ最近は、作られてるはずですけどね。なんでオイルド以外の T シャツとかもそうですし、あのこういうのもそうですけど、カットソーももうなんか作られてますね。スウェットとかもそうでしたし。あ、スウェットもあるんですね、はい、今ちょっともう店頭ないんですけど、はい、ちょっと増えてます。へえ、面白いですね。そうですよ。あとね、サンダルも気になるんですけど、これリカバリーサンダルですか。あ、そうです、そうです、そうです。へえ。結構こう手に取りやすいような価格帯のもので、まあ、それこそアメリカのブランドさんなんですけども、はい、本当に言ってくださった通り、もう健康サンダルみたいな楽にね履いていただけるものとかっていうのもちょっとずつなんかお店として増やしていってはいますね。へー。込みで7590円。確かに。ブランドもちょっとずつちょっとずつうちのバイヤーが変えながらやってくれてるので、ものはちょっと変わってますね。ブランドとかも前に貼った単発のシュッとしたあるから白髪混じりの、かっこいい感じ。そうです、渋い。たまに店頭立ってはりますもんね。たまにというよりも基本店頭立ってますよ。あ、そうなんや、はい、店頭大好きな人なので。へー、はい、だ変わってますよ、うちのお店のそのバイングの仕方って。普通なんかお店立たないのが多分大手のやり方ですけど、僕らのお店は立ってますね。各店バイヤーが店頭に立って接客しながら、普通にお客さんと喋りながら、もちろんバイング業務をしてたりするんで、ちょっと独特です。ですよね、はい、皆さん遅くなりました。小野さんです。ご存知、小野さんです。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。今日お願いします、はい、あ、ヘインズの BFT ね。ちょっと一通り一番奥まで行きます。あ、もちろんです。もうゆっくり見てください。ほんで小森とか、またオーラリーとかですね。あ、オーラリー、はい、そこはオールドマンズテーラー、山梨のブランドですね。山梨でご夫妻で、それこそ、富士吉田の本当に富士山の結構山奥の方で近いところで、ご夫婦でずっとものづくりしてるブランド。仙人みたいです ね。すごいな。生地もちょっと独特ですもんね。そうです。どっちかというとこうヨーロッパもののイギリスもののアンティークリネンとかヴィンテージの洋服が好きな方々なので、自分たちでそれこそ生地とかも作ってやられてます。山梨にあんまり生地屋さんのイメージないんですけど、あるんですね。クラシックなブランドですね。あ、クラシックですね、見た感じもね。クラシックですよ。うーん、あとオアスローですね、これ岡山でしたっけ。ね、厳密に言うと一応兵庫のブランドではあるんですけど、ただオアスローさんも、まあ、デザイナーさんのその中津さんという方はもちろん今も兵庫を拠点にやってはいるんですけど、物を作ったりそれこそ染めたりしてるのは意外とやっぱり岡山の方で、全然染めたりとかっていうのはされてますね。これなんかノートですか。それは、カタログみたいな感じですね。めっちゃおしゃれなカタログ。2005年から立ち上がってて、もう基本はもう本当にベーシックなファイブポケットのジーパンとか、まあ、言ったらもう普遍的なワークミリタリーウェアを、良くも悪くもですけど、そんなにこう トレンドとかに左右されないような、スタンダードな、そうです、スタンダードな上質なものづくり。でも今海外の方すごいですよ、やっぱりオアスロー好きでしょうね。うん、やっぱり日本のデニムってなった時に名前よく上がるのが、オアスロー、すごいです。特にヨーロッパ圏の方はもちろんですけど、アメリカの方もそうですし、アジア圏の方々とかも、まあ、韓国の方とかものすごくやっぱり洋服の感度高い方多くて、なのでデニムといえばってこと。そうです、そうです。オアスローありますかっていうので結構見に来てもらってます。あ、お客さんとかすごい多いです。これはあのバラクータですね。あれ新しい色に出てきて。そうです、そうです、そうです。赤やね。ちょっとじゃあ俺着てるのピンクっぽい感じか。あ、でもそうですね。
色展開とかは結構バラクータやっぱり何色もあるんで、うん、定番はこの辺りとか。そうです、僕たちなりにいいなっていうものを。あ、チョイスして。そうです、もちろん全部やっぱりできないですし。そうですよね、ある程度僕らなりにいいなっていうふうに思える色味、うんうん、今シーズンはこの気分だねっていうので一応バイヤーが入れるって感じ。これ結構まだいいですね、赤でもちょっと落ち着いた赤っていうか。いい色です、これちょっと一回ちょっと着てみましょうか。昼も何も持ってらっしゃいますからね本当にこの間もクローゼット見てもらってるから大体何あるかね。あ、もう知っていただいてるんで。もちろんです、もちろんです。あ、でも海外の人このゴーグルのやつなんか持ってました、うん、すごいっすよ、やっぱ人気なんや。なんでついちょっと前にそれこそ東京の表参道のところに路面店を、うん、オープンしたり、オープンしてます。もう今はもう世界的に勢いがあるブランドじゃないですか。イタリアでしたね。イタリアです、覚えてる、CP カンパニー、イタリア、イタリア。そのゴーグルの形してリュックとかもありますよね。あります、僕も使ってますね。使ってます、使ってます、リュック CP。 やっぱロフトマンさん来ていつもいいなと思うのが、店長さんそれぞれがそれぞれに違うブランド付き合いじゃないですか。あ、そうですね、で、まあ、全然違います。やっぱりめちゃくちゃ勉強になりますよね。全然違います。ただどちらかというとね、多分高田さんとかこうアウトドアな洋服を購入したりとか、うんうんうん、そうですね、あのレビューしたりとかされること多いと思うんで、その畑はやっぱりコープの店長の山野がやっぱり詳しいですし、うん、ただ僕ね、私服はこっちなんですよ完全。あ、そうですか、まあ、プライベートはでも結構普通にも言ってるしな、着てるのとかも。そうですか。そうなんですよ、結構好きなのはこっちのイギリスとか、クラシックな感じとか、クラシックなものモダンとか好きなんですよね。ありがたい。どうせ買うんやったらやっぱ知ってる人から買いたいとか、ね、知識ある人とかやっぱこの人から買いたいって多分思うから、僕もその一員なんですけど、ね、逆に言うと僕はですけど、うん、もうあの僕じゃなくていいかなと思ってたりするんですよ。後ろいっぱい、いろんなスタッフいるんで。あ、まあ、確かにね、素晴らしい店員さんいてるけど、いっぱいいるんでみんな洋服好きですし、それぞれ僕が好きなものと違うものが好きっていうスタッフもたくさんいるんで、うんうん、基本僕と同じスタンスでおしゃべりな人間しかいないんで。確かに、まあ他のね店員さんの引き出しも引き出しやってみたいけど、面白いですと思いますよ本当に。カナダグースの T シャツのスプリングサマーコレクションですね。カナダグースなので、カナダグースってどうしてもこう冬物のダウンのイメージが強いと思いますけど、2019年かな、うん、から一応日本に上陸して、ね、展開スタートされているので。2019年か。19年です、スプリングサマー自体はですけど、それまでは日本にはもう AW だけとか。そうです、ダウンだけ。春物っていうのはなかったので、やっぱりカナダグースの春物の需要もどん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 熱量上がってきてますね。びっくりするぐらい。マウンテンパーカーかっこいいですね。レディースもやっぱりすごい手に取ってくださる方多いですしね。ちょっと今日は着てみる。もうちょっとこうなんでしょう、冬のダウンとかと違って都会的ななんかイメージですかね。確かに、シュッとしてるスマートな印象なので、やっぱりこう冬物のダウンのイメージの強いブランドさんでさえもやっぱりちょっとずつちょっとずつなんか物の作り方とかっていうのは変えてきてるのかなっていう感じです。一応形としてはこのノーカラーのやつとこのフードのタイプと、うんうんうん、でこれが色違いとかになってますね。あ、色違い、なるほど。何やこのハイテクそうなやつ。ゴールドウィンですね。ゴールドウィン、このロゴ、ゴールドウィンなんや。1年ぐらい前からこの店頭で取り扱いスタートしだしたのか、はい、へー。やっぱゴールドウィン作るからちょっとノースフェイスっぽい感じの雰囲気もあるような。あ、そうですよね、うんうん、なんかねかっこいいですね。見慣れた感じっていうか、マウンテンパーカーやな、ほんまに。あ、でもそうです、そうです、そうです。で今はやっぱりゴールドウィンもそうですけど、やっぱニュートラルワークスすごい手に取ってくださる方多いです。へー、初めて知りました。ゴールドウィンは知ってたんですけど、はいはい、ニュートラルワークスはなんかあくまでこう24時間人が、うん、人間が生活する上で人が起きて動く、うん、仕事をする、うん、帰って寝るっていうところまでの本当に24時間すべてをニュートラルワークスっていうブランドの洋服でもう完結できるようにっていうのでもの作りはされてますね。へー。 MXP これがいわゆるその、まあ、マキシフレッシュって言って消臭とか。そうです、そうです、さすがです。匂わないっていう。JAXA とかと共同で作ってたりしてるので、うんうんうん、本当に実際に宇宙飛行士の方に来てもらって宇宙行ってもらって帰ってきて匂いどうなってるかっていうような研究もして素材開発して作られてますね。なのでさっき言ってたシンプルなんですけれど非常にこう機能に優れてるっていう。じゃあ MXP がもうこっちになったってことですか。そうです。あ、そうなんだ。なんでニュートラルワークスでしかも MXP はもう正直も触れない。こっちもちょっといいですか。これなんや。イールっていう日本国内のブランドから出てる桜コートっていう商品です。桜コート、はい、もう毎シーズン定番的に作ってて、もう桜とかお花見の時期とかにこういう色鮮やかなコートを着て
そういったところに足を運んでほしいなっていう、まあ、デザイナーさんの思いも込められたような商品ですね。コットン100やからどっちかというとこうクラシックな感じですよね。縫製も袋縫いになっているのであえてですけど表地と裏地同じコットンですけど生地の質っていうのを変えてるんですよね。簡単に言うと裏地の方が、まあ、言い方あれですけど質のいい生地を使われてるんですよね。はい、珍しいですね。肌にやっぱり触れるところだからっていうのとあとはやっぱり縮率が変わることによって前から見たときにやっぱりこう裾から裏地の白がちらっと見えるようにあえてそれも計算して袋状の縫い方にしてで空気も含むので袋縫いにするとなのでふわっと柔らかいような表情でも着れるよねっていうような結構計算された。まさにじゃあコットンの素材の良さを最大限活かしてるっていう。そうです。これ意味わかる？わかんやな。難しいよな。でもお前服作ってる人らからしたらなるほどなっていう。素材の良さを最大限出してるんやなっていう。じゃあちょっとバーブアーのショーツカラーちょっと見に行きます、はい、サンダルもどうせやったら色あんだけあるんやったら派手な方がいいんですかね。夏ですしなんかあんま小野さんっぽくないような。小野さんいやいやいや僕あれですよ結構、うん、派手なやつ着る派手なやつ着ますよ。あ、ほんまですか。着るよね。はい。あ、そう2年伸ばしてんって髪の毛。もともとバーバーヘアみたいな街みたいな感じなんですけど、うん、かっこいいやな。ザ店員さんっていうお名前は石田です。石田さん色気づいてるんですよ、はい、本当におしゃれなやつ。ぜひあの石田さんにもいろいろ皆さん聞いてみてください。面白いですよ。これは水陸ですか。そうです水陸両用。すごいな。あ、ライナーも入った、はい、いや僕でも来週ね海行くことあるんでサーフィンしに行くんで丘サーファーやめてようやくね。それ、うん、それ変な話、うん、これじゃなくて僕個人的に言いますけど、うん、テアトラがいいと思いますけどね。テアトラ、テアトラ日本国内のブランドですけど、めっちゃいいのありますよ。あ、結構短い短いですよ。2つサイズをお渡ししましょうか。 LTX ありがとうございます。はい、OK です。いきましょうか。はい、であとその言うて貼ったやつとあとサンダルもちょっといいですか、はい、これって28ぐらいですね。これがメンズのテーナー28ぐらいです。うん、うん、これやな多分、うん、うん、そうですね。あ、テアトラはまさに、これです。あ、結構大きい感じ。ちょっとだけゆとりあります。ちょっと一回履いてみますね、はい、いいかもしれない。いや、いいですね。ただちょっとウエストはちょっと大きいんやけどもここは紐で絞られるとして。常にもリネンのシャツとかはね確かに、ね、リゾート地っぽいですね。リゾートっぽいじゃないですか。めちゃくちゃいいと思いますけどね、うん、でまたこの白のさ紐が良くない。うん、ちらっと見えてね L やな。これのセットでいきますか。上と下でですね。うん、キッズギリギリ。これってこれじゃ大きいのあります？見ましょうか。あ、すみません申し訳ないです。あの色違いでも全然。あ、OK です。よくしょ。少々待ちを。はい。すいません。ちょっとパンツだけ履き替えるか。あ、これか。黒の方がね。うん、こんな色もあるし。で青もあるし赤もあるし白もあるし。ブラウンもあって。これめっちゃカラー多いな。タグゾーさんすいません、はいはい、これぐらいでした。すごいな、めっちゃあるな。これ黒ですか。ね、これ違います。ネイビーかな。ネイビーダークネイビーみたいな感じだと思います。へえ。どう、ネイビーもいい感じ。変わるかない。うん、うん、まあ黒か。ありがとうございます。あ、全然こんだけ実はちなみに あるってことです。今はい7000円いくらいからもう早いもん勝ちですよ皆さん。本当早いですね、なくなるのが。タンクトップは自分用に欲しいよね、どうしても。これタンクトップ B って何ですか。どうですか。ブラームスです。ブラームスっていう日本国内のブランドです。へー、カットソーのブランドですね。でも今となってはいい生地ですね。めちゃくちゃいいです。なので元々本当にカットソーばかり作り続けてたブランドですけど、今やっぱり着々といろんなものづくりをされるようになってきてるので、全然もうコート作ったりとかデニム作ったりとかもされてますけど、僕らはやっぱりこう元々のそのブラームスって何がいいかってなった時にやっぱりカットソーがいいなっていう感覚で昔からやってたので、オーラリーみたいな。そうですそうです、カットソーメインで結構やってますね。この色味もええやん。そういうの、うん、サイズ何倍やろ。4です。4って言ったら一応サイズが234です。 L ですね。なので大体大きいサイズです。でもショーツと合わせてその上からオープンカラーのシャツとかちょっとオーバーサイズのシャツとかをガバッと羽織ったりする分にはめちゃくちゃかっこいいですね。外人みたいですね。買います。これはもう自分用として早いですね。
じゃあ、ありがとうございました。どのくらいですか、うん、また来させてもらいます。ありがとうございます。では、次に行きます。お花さんって言って、レディースで嫁候補もおらんから寄る必要ないかなと思ったんですけど、海外で今ちょっと服欲しいって言ってて、向こうで買うと高いらしいのよ。だから、ちょっといいのあったら買えたらなと思って、ちょっとだけ寄りたいなと思います。なんかね、トップスがないらしくて、肌寒いらしいんよ。でもこういうマウンテンパーカーとかは持たしてんねん。だから半袖とかマウンテンパーカーはあんねんけど、長袖とかがあんまりないって言ってて。うんうん。ちょっとシルエットだったりとか、うん、羽織とかバトナー、聞いたことありますね。なるほど。うんうんうん。確かにちょっと綺麗な感じですね。うんうんうん。じゃあちょっと次行きますか。せっかくすいません出してもらったんですけど申し訳ないです。でもう春夏になっちゃってるんですもんね。すいません、ありがとうございます。では次3店舗目行きたいなと思います。もう今日は切らないですよ、このまま一本の動画で行くから。あ、どうもお世話になってます、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとまた分からんことあったら聞かせてもらうと思うんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。僕は答えられる範囲で店長から分かりますよ、そらノースフェイスのなんか見たことない。この手のタイプのやつはいいんやけどさ、しっかりしてるから、ポリエステルのやつがいつも伸びてんのよ俺。へえー、これ可愛らしいな。寄せ見てとかそっち系かな。あ、ノースのあれやんな多分。この3つのこのラインのやつ、うん、の山かなんかでモチーフにされてるんですよね。はい、やっぱりそうでした。でオーガニックコットン系、パターンのオーガニックとレスポンシビリティっていうリサイクルの生地なんです。へえ、グラミチとかでしょ。あ、グラミチこれナイロンになってる。あれ、これもちょっと違うな。うん、これまでのツイードはこっちですね。あ、定番の。そうです、そうです。グラミチもじゃあ結構出てるんですね、いろんなパターンが。そうですね、だから水着で使える水陸両用系とかもあるんで、うん、へえ、割とパタゴニア の、 バギーズ系と比較してみる人も多いですね。あ、そうなんや。はい、今年も、ダイワさんが入ったりしてる。ダイワはそうですね、真ん中あたりにあるんで。やっぱり、はい、それいいでしょう。今年の柄ですよね。今年の柄です。可愛い、可愛いですね。毎年柄可愛いねんな、パタゴニア。一応ショート5インチと、うん、こっち7インチ。あ、ロングと。はい。でロングは今年この柄なんですね。そうです。ちょっとあれかな、年がもうちょっと上なんかな。でこっちが若い系なんかな、少しイメージ的に。あ、バギーズナチュラルだ。これもいいですよね、軽くて。ナチュラルいいです ねバギーズは今年あとウィメンズのバギーズロングっていうのが出てて、うん、あ、これを、はい、メンズ用で あえて入れてるんです。あ、へえ。股上深くて形も結構ゆったりしてるんですけど、うん、でウエストも案外そんなにちっちゃくないんで、うん、全然男性でも履ける。へえ。で一番いいのは中にメッシュのライナーがついてないんで。あ、これ嫌がる人いてますもんね。そうなんですよ、切ったりとかして。はい、待ちバキよりしやすいんです。うんうんうん。でも一応バギーズシリーズではあるんですね。そうです。でウィメンズでしか出てないんで、それの大きいサイズをあえてメンズ用で仕入れてます。あ、それはじゃあ店長さんが仕入れはったんですか。仕入れ、まあうちの社長と相談して。はい、各店舗だってそれぞれバイヤーさんと店長さんは違いますもんね。違います。山野さんはバイヤーもやってるってことですか。バイ、パタゴニアは仕入れてますけど、バイヤーは別にいるんで。あ、別にいてます。はい、パタゴニアに関してはこれ店長さん、山野さんが決めてやったってことですね。はい。でこれがバギーズコットン。これファンフォガーズショーツっていう、はい、コットンの、まあ、形はバギーズと一緒なんですけど。あ、オーガニックコットンでってやつですね。はい、まだ。なるほど。あれ、これって復刻のシリーズじゃなかったでしたっけ。ロゴがそれ使ってるんですけど、うんうんうん、まあ、復刻のアイテムではないんですよ。へ、はい、去年出ましたもんね、50周年かなんかで。あ、そうですね。あ、なんかノースフェイスも見たことない。ノースフェイスが出てきたぞ。パブレベルやからか。この辺りもパープルレベル。お前な、パープルレベルって前こんだけ種類ありましたっけ。増えてます ね、はい、セレクトの幅も結構今広げてやってるので。知らない。これそっち7ミカですね。あ、7ミカですか。はい、向こうはゴールドウィンがあって、こっちは7ミカがあって、はい、ノースフェイス全部揃いますよ、こんなお前7ミカや、ここ全部そうやな。この辺は台湾ですね。あ、やはり、はい、
T シャツ関係とかは結構ボーダーのこういうの出したりで、ペイズリーのアイテムもあるんで、あーかっこいいな、はい、まあ、アイテムによってっていう感じですね。かっこいいですね、はい、ペイズリーの後ろマウンテンパーカーですか、それパーカータイプですね、はい、うーん、あ、プルオーバー、あ、フルジップですかね、フルジップです、それかっこいいですけどね、かっこいいですね、はい、しかもコットンですか、いや、ね、ダイワは基本コットン使わないんでポリですね、あ、へえ、コットンライクな感じですね、普通に洗濯もできるしっていう、もちろん釣りじゃないですか、はい、これ釣りの要素は特にないんですか、デザインでちょこちょこ入れたりはするんですけど、基本釣りしてくださいような服ではないんで、やっぱ間違いとして、ちょっと一回着てみてもいいですか、もちろん、すみません、へえ、かわいらしい感じになってるな、お、あ、でもいいですけどね、ダボっとして、ね、ざっくりこれにショーツとか、うん、はいはいはい、はい、なるほど、でドローコードで裾絞れるんで、ちょっと絞ってもらって、そこはいつもあれですもんね、感度高いから見たことない自分に合うんですよね。あ、いいですね。こんな感じですよね。ダボっと、はい。これですね。でショーツがこれか。そうですね。同じ生地で。あ、これ絶対可愛いやろな。ちょっとこれもゆったり系ですね。せっかくなら。でもほんまそれでかっこいい感じですもんね。そうなんですよ。でセットアップでいけるっていう。いやこれな。ヤマンさんやったらこれ似合うのかな。いや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 。ほらこれもう山小屋から出てきてもいいやんこのまま。いや。これめっちゃ似合ってるやん。確かに、はい、ありがとうございます、かっこいい、それでちょっと奥もうちょっと見てみる、奥も見たいし、ここいつも上もおもろいのよ、よっこいしょ、あ、メルトンの可愛いスタジャンがありますね、アメリカのセトルマイヤーズっていうスタジャンなんですけど、はい、あ、いいっすね、この重さっていうか、はい、ヘビーな感じで、あ、オールレザーや、あ、いいっすね、オールレザー、かっこいいな、やっぱこういうガラシャツ目いっちゃうな、絶対似合いますよねノーマです、はい、ノーマワークバイハンド、あ、すみません、ありがとうございます、はい、あ、しかも結構軽い、夏場涼しそうですね、そうですね、もうなんかタンクトップにこれとか、先タンクトップ買った、はい、調整や、なんかよくあるアロハみたいな雰囲気とはまた違うんで、うんうんうん、ちょっとやっぱ品があって、オープンカラーからですかね、やっぱ柄のそのセンスの良さはありますね、ノーマはもともとそのテキスタイルデザインってその柄の生地をいっぱい作って、それをいろんなこうアイテムにこうはめて作るんですけど、はい、なんでシーズンによってあの違う柄を出してますね、しかもこういう柄シャツってなんか夏着ようと思って暑いってあるんですけど、結構生地薄めに作ってるから、そうですね、重ねてもいけちゃうぐらい、ね、はい、ちょっと上も見させてください、ぜひ、かわいいな、ノーマ、また変わった、これって何紙ですか、あの、いや、コットンなんですよ、という加工で、もともとそのシワをそのデザインしてるというか、洗濯とかしてももっとシワできて、それはそれでいいっていう、ね、干し方にもよるんですけど、あのうちのスタッフとかでもこう洗濯機から出してわざとこうぐしゃぐしゃにあの一回ねじった状態でそのままこう干すとかして、でもそれが正解ですもんね、そうなんですよ、だからそれによってこう空気感で出てくるんですかね、やっぱり隙間とか、そうですね、なんで着た時のその立体感とかにもつながるんで、はい、かわいい、今日柄物見てもらってます、好きっすね、なんかそういういい柄が多いんですかね、やっぱりここありがとうございます、僕はL、ああ、それこそパタロハめっちゃ可愛い、やりすぎ、あ、パタロハ、パタロハっす、え、ハワイのやつですか、いや、まあ、あのパタゴニアのアロハシャツはこのネームがつくんですよ、僕来月ハワイ行くんですよ、あ、マジですか、ちょうどいい、もしかしたらあるかもしれないですね、はい、可愛らしい、ちょっと一回着てみようかな、僕パンツってどれぐらいですか、 L ぐらいですか、ね、あ、いや、M でいけると思います、M でいける、はい、結構大きいんで、それも、あ、レディースの、うん、シャツはメンズですもんね、シャツはメンズです、うん、はい、でパンツがレディース、はい、バギーズなんて言うんでしたっけ、これね、ウィメンズのバギーズロング、へえ、はい、面白い、そうなんですよ、完全にいい、ね、ウィメンズ仕様、あ、ほんまや、はい、ウーマンって書いてる、ちょっと履いて履かせてください、ぜひ、ありがとうございます、いい、でその柄シャツも合うんやろな、これ良さそうですけどね、絶対合うやろな、はい、
これでもう買ってもらったタンクトップ着たらハワイバッチリです。もうみんな物の見事うまいこと接客されるないい感じやん、いい感じやん。これショーツって僕 M でもちょっと大きいぐらいですね。そうでしょう。これでもね、そうなんですよ。やっぱ元々のその股下自体は通常のメンズのバギーズロングと変わらないんですけど、7インチでしたっけ、はい、股上が深いんで。なるほど、はい、ある程度そのルーズなバランスになります。確かに。やっぱメッシュのインナーがない、その履き心地の良さ、それでか、なんか確かにめっちゃ履きやすいなと思ったら、言われた。そうですね、そうなんですよ。どうしてもなんかね、下着履いてあれついてるとちょっと違和感感じる。モコモコしますもんね、この辺ね、はい、あれ全部ついてるの。バギー付けはついてる、ロングもショーツもメンズは。でこのレディースはついてない。だからもうこの分は全部風通ってくね。これサイズ僕 M じゃないですか。 S やったらちょっとちっちゃすぎる。 S やと、いや履けるのは履けますね。ただせっかくこの形選ぶんであればちょっとルーズにがかっこいいかなと思います、ね、これちなみに靴って何合わせたらいいですか。うちは今アシックスをしてますけど。アシックス、はい、ここは重すね、はい、シックスなんや。カヤノとかそっち系ですか。カヤノ、はい、NYC とか、はい、ありますね。やっぱボリューム系なんですね、はい、ちょっと一回そういうの履いてみてもいいですか。もう全然イメージわからないんですけど、これでも確かに S やとあの隙間からこんにちはしちゃうから M がええかもしれないです。これメッシュないから見えてんのよ中。それがインクブラックっていう色なんで、ちょうどあの黒とあのチャコールグレーの間みたいな。そうですよね、はい、ちょっとグレープがかってる。そうなんです。その色も通常メンズのバギーズでは出てない色なんで。うーん、すごい。これがあの全身店長スタイルでやらせていただきましたけども。はい、なんかアロハシャツとのスニーカーのちょっとギャップ感がいいですけどね。確かに、はい、斬新。この絶対自分ではこの格好せえへんけど。まあ直球でいくとね、それこそ B さんとか、うん、ちょっとスポーツサンダル系とかの方が直球やと思うんですけど、まあ言ったらこういうやつですね。ああ、いいですね、そういうのも。だけどまあちょっと歩くとかやったらこんなんでもいいよねみたいな、はい、ありがとうございます。街仕様かな。なるほど。でちょっとバカンス仕様やったらこっちになると。はい、ハワイやったらそっちですね。いいですね、はい、これサイズ20大きいのあります？8とか、ちょっと待ってください、はい、しかも下地がこれサンダルの下地やね。インソール入ってないから濡れてびしゃびしゃになってもいけるんです。革とかで足そま突っ込んで。確かにそれ嫌やもんな、うん、あ、なんかすごいなこれ。どう？靴みたい、うん、靴みたいやけど涼しい。蒸れへん。そうなんですよ。ちょうどなんかこうスニーカーとサンダルの間の方みたいな、うんうん、いやほんまそうですね、はい、ちょうど間やわ。でしかも紐やからここピュッてやったらもう閉まるし、脱ぎはぎも楽やし、ここはゴム仕様やし。ああ、どう歩くのも、まあ確かに普通のサンダルに比べたらそら楽やわ。ソールが言ったらもう他のソールですもんね。そうですね、クッション性抜群にあって、うん、まあ、サンダルぐらい開放感あるんですけど、かかともちゃんと固定されるんで、うん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 、走れますし。確かに旅行とかって両方持っていくじゃないですか、はい、サンダルとスニーカー両方持っていくけど、はい、これだと一つでいけそうですもんね。そうですね、靴下履けばちょっとスニーカーっぽいし、はい、裸足で履けばサンダルやし。ハワイの靴が決まったかもしれないですね。決まっちゃったですねこれ。ほなこれしますか。でショーツと、でショーツはあの店長がセレクトしてあえてこれをメンズで履くところがいいんやっていうところをちょっと押しておきます。ありがとうございます、はいはい、すみません、ありがとうございます。またご参加します。ありがとうございました。ありがとうございます。4ラスト、泣いても笑っても最後です。いきましょう。すみません、お願いします。よろしくお願いします。これメイクよね、やっぱこういうのってちょっと短い。いやでもメンズやなこれは。もうここはね、聞いたことない家なんですよ。いろいろ勉強させていただきますから。だってこれ寝巻きじゃないからね、これはちゃんとおしゃれに着るからね、うん、感度がやっぱちゃうのよ。あ、次アークですね。アークスニーカー結構値段するな。やっぱり防水とかじゃないけど、なんだこれ、ヴィンテージ加工、あえてそういうオールドな加工をしてるバンズ。こういうさ加工って履いてたらそれなんねんけど、ソールが汚いのよ大体。けどソールも綺麗やから、うん、こういうのがやっぱ加工じゃないとできへんよな。
そんなのかっこいいよね。後ろにだってヘビおんねんから。大人になってくると逆にこういうワンポイントいいなと思うなみたいな。あ、前までは全然思わなかったけど、最近めっちゃこういうのかっこいいなと思って。服は他シンプルやから、ここだけワンポイントあってもいいな。うん、あとやっぱりビーフィー T シャツですね。で結構カラーもあるから、赤とか。赤かっこいい。でこのカーキとか。はい、これも。でこういう感じ、白もあるし、ベージュ、紫、ネイビー、結構白なイメージあったけど、うんうんうん、確かにネットでもあんま見えへんよな。ここ前来た時もあったんよ、カラーも。あ、出ましたよ、このマラソン、大阪マラソンタンクトップ。これさ、染色してないきなりのジージャンみたいなサード。でこれニートやで。あ、ほんまや。パンツのブランドな、ニート。なんかサプールっていう文化あるやん。黒人の人が、貧しい黒人の人がハイブランドのスーツ着る。ああ、はいはいはい。ああいうのもかっこいいよな。こんなもかっこいいやん、アジアある感じ。うわ、キムタク着てそうやな。うん、キムタクや、我らがキムタクね。そうですね、WRL とかも、はい、入ってきてますか？ WRL は一応こっちにある。あ、ありがとうございます、はい、ゴールデンここにもあったで。うん、かっこいいね。うん、かっこいいね。こんなのね、かっこいいね。こういうの好きなんですよね。全然こう夜とかこう飲みに行くってなったりしたら、もうこんなんで行きたいのよね、ほんま。あ、好きな感じやね、こんな。もう焼かれへん、これ。でも好きなんやな、こういうのが。こんにちは。ここにアークがあったもん。アークデリクシー。うん。アルファジャケット。アルファジャケット。スーパー戦場。はい、すみません。よろしくお願いします。お願いします。もうがっつり撮らせてもらってます。お願いします。ありがとうございます。はい。とんでもない。なんかわからないことあればいつも通り。もういつも通りよろしくお願いします。これあれですか、はい、これのために加工してるやつですか。そうなんですよ。めっちゃおしゃれですね。今回ユーズドの加工が施されてて、オーソドックスなほんまにバンズのオーセンティック、はい、一番最初にバンズができたもの、はい、そこからだからエラーになったんで、内側にパッドが入るようになって、クッションあるやつですね。そうです、おっしゃる通りでございます。バンズがかかります？めちゃくちゃ履きます。あ、ほんますか。いいっすよね、何でも合わせれるし、はい、安定感がやっぱあるんで、値段もそんな気取ってへんし。そうですね、はい、でもボロになったらまた新しく変えたらいいし、はい、あ、間違いないです、ね、はい、スニーカーは最近、まあ一昨年ぐらいからすごい調子もいいので。あ、やっぱそうなんですね。世間的にも、うん、そうですよね、はい、はい。モテンジョはでも早速サンダルで。僕このサンダルめっちゃ好きで、あのルナサンダルっていうサンダルで、ご存知ですか、はい、いや初めて聞きました。ちょっと今年でも来年でもぜひチャレンジしてもらいたいぐらい。これです。今正直まあ遅いぐらい、もうトレンド的にはもう結構割と浸透してて、リカバリーの、うん、今度は逆に足を鍛えるような意味合いもあるし、ベアフットって言って、うん、本当にまあ素足、これでほんまにないのな、走る人、山登る人、はい、それがノーマルに張るぐらいの言うたら、ブランドさんで、はい、すごい。だからソールも分厚さが2種類今回セレクトさせてもらってて、はい、分厚い方と薄い方。僕はそのベナードっていう、今高田さんが左手に持って貼る、うん、薄い方を気に入って剥がしてもらって。これ足疲れるんちゃいます？そんなことない、と思うじゃないですか、はい、ほんまに騙されたと思って履いてみてください、はい、3日もかからず慣れますん で、で逆にこれが楽になるし、こっちが裸足ってやっぱりもう原点生まれたまんまの姿だと思うんですけど、それがもう必然的にアウトソールがついてきてくれてるので、うん、次の一歩であったりとか足もすごい楽に軽快に動くようになりますし、逆にですね、はい、今の時代リカバリーや言うてんのにもかかわらず、うん、あえてその薄くするっていう、うん、リカバリーももちろんいいんですよ、うん、いいんですけど、やっぱり長時間履くってなってくるとちょっと話は変わってくるので、はいはいはい、ベースやっぱリカバリーっていうところではめちゃめちゃおすすめします、うんうんうん、ただそのずっと履く、長く時間を長時間履くっていうのはやっぱ考え方のチャンネルがちょっとまた切り替わりまして。なるほど、はい、もう、はい、ずっとじゃあ7時間8時間経ってあるじゃないですか。全然大丈夫です、はい、
ちょっと騙されたもので入っていいから。はい、もちろん。昔のセッタじゃないけど、あの、はい、日本の昔からある、そういうところの海外バージョンで、やっぱり考え方っていうのは世界共通なのかなとも思いますし、はい、花尾型がね、一番一般的ではあると思うんですけど、これに関しては3点で完全にバランスが取れるんで、靴ずれっていうか、紐ずれもなく一切なかったです。はい。ほんまだってここで支えられてる感じですもんね。そうです、そうです。けど、これね、面白くて、ここも連動してるんですよ、全部。あ、そう。一本なんですよ。一本やから、ここを人によって足の形違うじゃないですか、うん、足の指が長い人は後ろにしたらいいし、足の指が短い人は前にしたらいいし、横幅ある人はここを広げたらいいし、自分の足の形にアッパーをデザインできまして、一回足入れてもらってあと調節しますんで、はいはいはい、痛さとかないですか今？ないです、はい、もうちょっと後ろに持ってくることできますか、はいはい、すいません、足大きいんですよ。そうなんですよ。足と態度だけでかいんですよ。器もでかいですね。あ、ありがとうございます。へぇ。で、痛かったら調節もできるし、自分の腕はもうちょっとっていうのをリクエスト答えれるように、幅と縦、側長。はい。で、やっぱり甲の高さもみんな違う。そうですよね。はい。これな、ここで止まってると思うやん。じゃなくて、こことここで止まってんのよ。うん、ああ、前と後ろ。そうやね。で、ここで動かんようになってるから、上下はここで止まってんのよ、うん。ここだけだったら痛いなと思ったけど、うん、後ろもしっかりガツンとこう止まってるから、うん、全くずれないの、ね、足が。すげえ。歩ける？なんて言ったらいい？新しいですよ。新しいですね。ほんまに今までとかやったらクッションの上歩いてた感じやけど、今これはほんまにその芯材の上だけ歩いてるみたいな。困難とかにショーツを合わせてしまうとやっぱり少年っぽくなってしまうからあれやけれども、そしたらロンパンとかスラックスとかデニムとかにあえて足元はちょっとスポーティーな様子入れてもらうとすごいお似合いならあるんちゃうかな。でなおかつ楽やし、ほんまになれれば確かに思ってるほどしんどくないかもしれん。なんでなんやろ。正直やっぱ不思議なもんで、軽くて柔らかい素材って長いこと履くと足をダメにするっていう言い方をすると、ちょっと僕らも扱ってますし、ちょっとそこだけ切り取られるとあれなんですけど、片ややっぱりしっかりあのソールが重たく、革靴とかでも重たくても長時間履くってなるとやっぱ安定性と歩行性と、やっぱりそこに関してはスニーカーも楽やけど疲れにくかったら意外にしたりとか、はい、どっちも大事ってことですね、うん、甘やかしすぎてもあかんし、あ、そうです、そうです、すぎてもあかんですね、はい、これいいっすね確かに、うん、でも僕多分しょっぱないからこっちの分厚い方の方がいいかもしれない、ね、そっちの方がだから圧倒的に楽なんですよ、はい、やっぱりこっちは単純にその2分の1なので、逆に次これを今年は買いました。あ、そうなんや、はい、薄い方でこれで 4,5 年履かしてもらってて2足目なんですけど、やっぱりその思ってる以上にハマってしまってめっちゃ履いたんですよ。はいはい、はい、よう見たビブラムソームだね。ビブラムです、はい、スパイクみたいになってるやつもあるんですよ。種類もほんま山ほどあって、レザーのバージョンもありますし、これが一番定番元祖、はい、確かに大人のサンダルって感じするよな。これがショーツやったら確かに言ってはるみたいに子供みたいになるやろうから、うん、でやっぱりその男性のちょっとなんやろな、高級志向の方の大人のサンダルってなるとやっぱりレザーサンダルになると思うんですけど、うん、それはもちろんいいっす、かっこいいっすよ、うんうん、動きやすさとか水いけるよとか洗えるよとかっていうところにまで及んでた方が、最近のもうコロナ禍以降夏に関しては僕はマストやと思ってて、行動制限ないですもんね、はい、もう今はね、うん、気使うんでいい、うんうん、はい、いい感じやね、うん、これちょっとやり方だけ教えてもらっていいですか。正直ないの、ちょっとスパルタかもしれないですけど、うん、自分でやったら一瞬でわかります。一回、ね、はい、やってみてもらっていいですか。これ、はい、多分おそらくここでしょうね、はい、ここ緩めました、はいはい、ここ緩めて、これどこに繋がってんのこれは、うん、こうまるっとこの下を通ってるんですよ実は。はあ、はい、こうするとほどけるんですよ、うん、リリースされるんで、あ、はい、一回脱いでもらっていいですか。そこだけいいで、もう一回足入れてもらって実際履く時をイメージしてもらって、うんうん、そうだ、逆にこう締めるだけっていう、もうこっちに引っ張るだけ、あとはもう微調整なんで貼ってもらって、一番最初履く時に幅と長さと後ろかかとがついてるかっていうのは設定してもらえれば、あとはもうこれでホールリリースして履くときにこうやってるわけなんで、僕も家で、へー、はいはい、面白いですね。これ慣れればめっちゃ履きやすいでしょうね、あの履き脱ぎ履きが、まあその慣れだけなんですよね、はい、
けどやっぱり人間賢いなって思うんですけどすぐ慣れるっす。へえ、はい、iPhone のセンターボタンなくなった時も確かに2日ぐらいで結局慣れたじゃないですか。ビビりましたもんね、はい、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。いやちょっと新しいものを覚えてもらえてすごい、そうですね、ほんまに履いてもらえれば嬉しい。視聴者さんも、はい、嬉しいんじゃないかな、こんな、いつもリカバリーばっかりやから。あ、ほんまですか。はい、あのシャツどう思う、上のエンジニアのガーメンツ。あ、イージー。どんなシャツですか。柄シャツみたいな。あれ黒がベースのボディやから、なんやろ、さすがイージーやなって思わされたアイテムではありましたね。半袖もありましたし。ありましたね。はい、どっちやったっけな、 S やな。2回目見たらみんな出てきたな。そうね、まあ、ただこんな街中でこれ着てる人って見たことないけどな、こんな。うちのスタッフけど、この柄のやつ2ピース、3ピースで合わせたんですよ。上からまだ、はい、はい、エンジャーガーメンズの特徴として同じファブリックでベスト出たりパンツ出たりシャツ出たりジャケット出たりするんで、うん、勝手な印象なんですけど、高藤さん、僕パンツでそのなんやろな、ド派手な色味持ってきはる印象あんまないんで、ないですね、上でその夏やしちょっと気分も晴れやかなっていう日はアロハみたいな感覚で、うん、コットンやけど着てもらいたい。確かに、まあ、はい、コットンやから着やすいですもんね、はい、だ下はもうなんか T シャツでもいいしタンクでもいいと思うんですよ。あー、ノースリーブとかで、生地も普通の綿に比べてかなり薄いんで、うんうんうん、なんでデザイナーさんがやっぱ日本人やから、ニューヨークのブランドなんですけど、日本の最近のこの夏暑いっていう気候はかなり意識してくださってるようにコレクション見るとすごい僕も感じてて、はい、じゃあこれもお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、じゃあ、無事4店舗買い物終わりました。結構いいのあったよな。うん、めちゃめちゃあった。なんか正直今年も夏結構買ったからないかなとかって思ってたけど、いろいろ買わせてもらってありがとうございました。またレビューは近々するますので、楽しみにしておいてください。ということで本日はロフトマンさんで買い物させてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。